皆さん新年明けましておめでとうございます。今日から動画投稿を始めさせていただきます。それでですね、今年一発目の動画、マグロの動画でございます。で、今日1月の5日豊洲の方で初競りがありましたね。毎年この時期はマグロいくらになるんだろうって話題になりますよね。今年が238キロの大間のマグロが1キロ48万円なので、1尾1億1424万円がついたということで、歴代で2番目の高値を更新したみたいですね。僕も大きなマグロさばきましたんで、そちらどうぞ。今年一発目の動画ですね。本当はもう今年一発目の動画撮り終えてるんですよ。なんですけど、急遽もうとんでもない魚が入ってきたんですよ。完全巡り合わせで。なんで新年一発目の企画やったんですけど、まあ、もう一本。なんで新年一発目の動画が2本みたいな感じになっちゃいますけど、その届いた魚がそこにいるんですよ。どうするよこれ。このカーテンの後ろ側にいます。いきますよ。よいしょ。やばないですか、もうこの段階で。こちら本マグロでございます。しかも天然の本マグロ。こう横に並ぶと大きさがどんだけ大きいか分かりますよね。もうめちゃくちゃです。これ魚体がですね、109.4kg ですね、まあ、約110キロです。で、青森県産ですね。なので実質青森県で取れたやつなんで、ほぼ大間のマグロみたいなもんなんですよ。取れた場所はもうほんと一緒かなっていう、水揚げされた場所がちょっと違うだけでっていう。こんなでかい発泡スチロール見たことないからね。今日配送業者さんが朝早くから2人見えたかな。で、僕とスタッフの子で合計4人でなんとかここまで持ってきました。で、今からこのマグロをこれ一回出して、ここのまな板にセットしたいと思うんですけど、これいけるかなっていう。110キロですからね、僕より重たいわけですから。搬入した時めちゃくちゃ重かったんですよ。なぜならこの氷とかが入ってるんで、多分この氷とか合わすと200キロ近くあると思います。で、発泡スチロールっていうまた不安定なんで、なんで一回とりあえずこの氷を全部のけて、ほんでまな板に運んでいくという形になります。氷はもう最悪ここにばらまいちゃっていいな、自分の敷地だし。ちなみに僕が今までスタジオでさばいたことある魚の重さで一番多いです。ヒカキンさんとさばいたマグロがあれが80何キロだったんで、20キロ以上重たいということで記録更新ですね。ただここまででかいと本当に大変だな。氷はこう出しちゃおう。待って、早くこのグリーンパーチを取って全貌が見たいですよね。尻尾が出てきた。尻尾だけでこのデカさですから。これ氷ぎっちり入ってるわ。そりゃ重いわこれ。ちょっと待って、うわすげえでっけえ。てかさ、これで100キロか。たまになんか釣りで200キロとか釣れるみたいですけど、これの倍って考えたらどうやって上がるの。ほら、これですよ。顔。で、この口。意外と牙が鋭いんですね。目玉のサイズも大きいですね。お腹は抜いてあるんですけど、ここ。トロの部分。砂ずりのとこ。これ全部白いの油ですからね。すげえわ、これ。エラの中にもパンパンに氷が入ってる。よっしゃ、これをなんとか、みんなで力を合わせて、まな板に乗せていきたいと思います。マグロでべちゃべちゃになるんで、こうやってレインコート着ました。で、この作戦は、一回、これをシートに乗せて、シートで引きずって、まな板の下まで持っていこう。ほんで、そこから一気にもうパワーで上げよう。いや、100キロでしょ、いけるか。行きますか。もう行くしかない。いいよ、もう瞬発、瞬発で行こう。ちょ、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 ちせーの。あ、ちょっと待って。せーの。ちょっと待って、せーの。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、これかも、無理かも。ちょっとこれこれこれやってみよう。これ無理ですね。これやってたら今これは無理だわ。よっしゃ、もうここでさばきて。入場。いや、これね、どうしよう。ちょっと持った感じ、これまな板無理だなと。確かにサムネでね、ここで
ゴーンってやりたい気持ちあるんですけど、これ持てるわ。100キロは100キロでも、これ持つところが本当にないんですよ。頭の方はここ持てるんですけど、尻尾の方持つとこないんで、尻尾がついてたらいけたかもしれないんですけど、ちょっと無理なんで、ここでさばいちゃいますわ。頭だけでもここで落としちゃいたいなと。逆に頭落としちゃったらもういよいよ上がらなくなりません？頭落としたら70キロぐらいになる。頭って多分上げやすい気がする。そうか、いける。一回行ってみます。一回行ってみるか。じゃあちょうど一回行こう。このもうちょっと抱き寄せたい。抱き寄せたい。今のせーの。行けない。一回サムネ取ります。あうわー。よし、じゃあまず頭から落としていきます。これさえ落ちればこっちのもんなんですけど、今日この台湾包丁でいきます。うわ、いや意外といけるな。うわーすげえ。ここに1本入りましたと。あー勝って、骨が断ち切れん。ノコギリだな。鎌だけでこのでかさですからね。ほんで見た感じね、やばいマグロこれ、相当いいわ。そしたらノコでいきます。うわこれ骨もでっか。何この太い骨。よし、骨は断ち切れた。そしたら次はこれをコロンとさせると。ツルツル滑るから引いて、滑り止めで助走をつけて、あーくそ滑る。下に思いっきりかませて、うわよし、来たよいしょ。そしたらこっち側も同じように入れていきます。ここら辺から入ったかな。よし、頭がふらついた。あー落ちそう頭が。よし、背骨は剥がれてる。あとお腹の一歩、ここだけだ。新年一発目これを言う時が来たか。家でやることじゃね。少なく見積もっても50キロは身が取れます。だいたいぶどまり 50% ぐらいあると思いますんで、それをいろんな人に配ります。とりあえず頭は落ちました。頭だけでもうどえらいこと。これ頭だけでも持てる。頭だけだったらギリ持てるわ。ほらギリ持てます。落としたらここでさばききっちゃいます。あめっちゃ使いやすくなった。まあでも言ってもまだ重いけど、これならいける。さあじゃあここでとりあえず下ろしていきます。じゃあまずここから入れますか。こうなんかね、動画とかで見たことあるこの台湾包丁でスカ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 巨大マグロをさばく動画をやってみなかったんだよな。買って、あでも入るな。めっちゃさばきやすいかもこれ。今ねここら辺まで入ってます。立てて、あいいね。ちょっとカメラのアングルごめんなさい。一人なんでちょっと難しい。よし、ここに入れて、いやでもいいラインに入ってる。来ましたね。そしたら次は背中側ですね。すごい切れ味がいい。あのさすがにこのヒレのところ、ここめちゃくちゃ硬いですね。ここどうしような。勝てー、無理。どうやんのこれ。来た、よし、お前入った。サッカー包丁でいってみるか。お、来た、来ました。ちょっとむずいな。とりあえず皮1枚こう切れました。ほんでちょっと台湾包丁の刃渡りじゃちょっとむずいんですよね。一回真ん中でこう渡します。ほんでとりあえずこのお腹の方はここまで包丁入ってますんで、お腹の方取れると思うんですよ。でもこれ腹だけで12キロぐらいあると思います。とりあえず12キロ取りましょう。この巨体をもうどんどん削っていかないと、もう扱えない、無理。まっすぐ行きます。ここのラインですね。この台湾包丁はこの押して切るのに特化してますね。すごくやりやすい。ほらまっすぐ落ちましたと。取れそう、やったー、きたー、やったー、きました。重っ、腹一歩でこのでかさですよ。いいのにできた。
ほら、脂バッチリ。あ、意外と綺麗におろせてる。ここ、ほら骨がちゃんと見えてますもんね。で、このね、ここ、中落ちをすくって今日食べたいんですよ。そしたら次こっち側取ってきます。ここに背骨があります。大きい背骨ですね。この背骨が三角に入ってますので、三角の山に包丁を入れていきます。こういう感じで。あー、よいしょ。いいよ、いいよ。おら、うわ、ちょっと噛めた。でもいい、大丈夫。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。よし、取れた。お節も取れました。え、めっちゃ上手におろせた。いただきます。うん、うまっ、うまっ。マジか、めちゃくちゃうまいけど。やっぱおろしたてうまいね。こっち重いだろうな、お節だけで。これ20キロぐらいありそうやな、これ。せーの。いや、重い。お節と目節1本ずつ、すっごい厚み。そしたら次、反対側おろしていくんですけど、このまま反転させちゃうと中落ちが汚くなっちゃうんですよね。中落ちこっち取っちゃいます。これね、このマグロで、まあ、一番うまいんじゃないかという方もいっぱいいますよね。この中落ちっていう部位はね。こっちが上手にさばけたんで、中落ちがちょっとしか取れない。え、僕正直ね、ここまで上手におろせるとは思っとらんかったっす。もうちょっと身が残っちゃうかなと思ったんですけど、意外といけましたね。てかめちゃくちゃ楽しい。台湾包丁使いこなすとめっちゃ気持ちいいわ。マグロ包丁もうちあるんですけど、あれはまな板の上でさばくのはいいけど、この地べたでさばくとなると向いてないんですよね。でもね、これ扱うのすごい難しい。慣れは必要ですね。こいつはまだ裏側やってないんですけど、なんとなくね、感覚がつかめた。この表側は骨の中にもこう食い込んでる身ね。これも綺麗に取っていくと。でね、このマグロすごいお値打ちに譲って もらえたんですよね。値段は伏せといてくれって言われたんで言えないんですけど、めちゃ皆さんが思ってるより安いです。100万円とかそんな値段しません。本当にお値打ちでこの時期に譲っていただきました。ありがてえな。ちょっと出来たての中落ちいただきます。ちょっとうますぎるな。なくなっちゃいそう、ここで。うますぎるんだけど。赤身のゴール、はい、片方の身からこんだけ取れました。逆にこんだけしか取れませんでしたね。そしたら反対側ですね。うわ、扱いやすい。全然反転させれる一人で。でもこっからが難しいんですよね。こっち側が本当に鬼門ですね。じゃあまずこっち側も同じように下ろしていきましょう。成功法でいきます。まずはお腹に1本。で、台湾包丁はこういう力より、これですね、この動作がマジ強い。押すんですよ、こうやって。普通の包丁だったらありえない動きなんですけど、台湾包丁はこれが正解。よし、多分この中まで入りました。そしたら次はまっすぐ真ん中に1本入れていきます。こうやって押して切る。ほんでこのね、手元がブレるといろんなところに刃が入っちゃうんで、固定して、よっしゃ。あ、わかりますかね、ここは剥がれてる状態なんですよ。ここはこうビローンって。でマグロがね、こう腹骨が変に入ってるんですよね。あ、来た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 。よいしょ、来た。よっしゃ、せーの、よー、うわ、おめえ、もうここまで来たらこちらのものですよ。まずはここに骨が入ってますんで、ここを落としていくと、こうですね、こういう感じ、この動き。うわ、もうちょっとマスターしてきてる。もうこれじゃないとマグロさばけん体になってきてるわ。で、骨が切れたらあとは身を断ち切る。こうです。
いやもう本当はここから牛刀でやりたいんですよ。ただもうせっかくここまで台湾包丁一つでたばいたんだから、絶対これでやりきりたいっていう気持ちもある。ちょっとこっち中落ちが多く出ちゃうかもな。俺自分の店やり始めて、もしマグロの解体ショーとかやることがあったら台湾包丁でやろうっと。あんまなくないですか、台湾包丁を使ったマグロの解体ショー。でこの背中の方はこの皮切らんと剥がれないんですよ。開いた開いた、よしもうちょっとだ、もうちょっともうちょっと。無理、もう体力がない。あとちょっとなのにここが切れない。うわー、なんで剥がれないのここ。あ、これだ、これでいこう。よっしゃ、来た来た。ちょっとここ肩身残っちゃいましたけども、しゃあない。おら、よし。というわけでこのようにロイン状になりました。では今日はですね、マグロ何作ろうかなっていろいろ迷いましたけども、丼でいきたいなと。中落ちが赤身なのでやっぱトロの部分も食べたい。この大トロの部分を使って漬けにして、中落ちと大トロの漬けの丼を作って食べていきたいなと思います。で今日これ買ったのはですね、やっぱりこう皆さんに配りたいな、動画にもなるっていうのもあるんですけど、まあ、今年最後にお世話になった方に、僕の周りのスタッフさんとか辺おじとかお世話になってるお魚屋さんとかに配りたいなと思って買いました。まあ、なのでここら辺はねブロック状にして配ります。いや迷ったんですよ僕、1000万人企画で100キロのマグロさばこうかなと思ったんですけど、1000万人登録者行く前に巡り合っちゃったんですよね。なんでまた1000万人はマグロじゃないことをやりたいなと思います。ちょっとそれ考えてたんですけどね。頭はショーとかなんかで使います。こうめちゃくちゃね、カマトロの部分ここ食べたいね。図肉とかもねここにスコーンと入ってますんで、またこれはいろいろできますんで、ただ今日は、こちらの身を使って丼を作っていきたいと思います。そしたらですね、これを一回はけます。第2のまな板を用意しました。よっしゃ、よし、じゃあお前に決めた。ではさばいていきます。こちらの包丁を使っていきます。まずはブロック状にしますね。1,2,3,4 個ぐらいにしますか。でまず尻尾ですね。でこれマグロはこう包丁入れてこの皮まで来たら、この皮を無理やりギコギコ包丁で落とそうとするんじゃなくて、こう包丁をこう当てて、で包丁を押したままマグロの身を手前に引っ張る。そうすると綺麗に剥がれます。で包丁の刃にもダメージが少なくいきます。で鱗も飛び散りにくいと。素晴らしいですね、この断面素敵。僕らの地域ではこれをひところって言います。今のところは尻尾のところですね、まあ、これ尻尾の2番目ですね。綺麗にこういくんですよ。ほら脂たくさん入ってるね。でここからが最高のところですよ。お腹の上の方、腹髪とも言いますよね。よし、OK、ここが最高です。ほらこれ4切れと。はい、このように尻尾が4つに取れました。この尻尾のところ、ここが腹下ですね。でここ、これ腹髪一番っていう一番脂が乗ってる部位です。まあ、僕ね、腹髪1番よりこの2番ぐらい、ここがやっぱりね使いやすい、柵取りもしやすいし、大トロも取れるし中トロもあるし、で赤身もたくさん取れるっていうね。マグロの好きな部位どこでも持ってっていいよって言われた場合は、僕はこの腹の2番目もらいますね。で背中側も一緒ですね。尻尾の方が下になるんで、こっちが背下で、背の真ん中、これが背中ですね。背中で、この背の頭のここが背髪。よし、そしたらじゃあ今日はここを使っていきますね。あとはこちら配りたいと思います。もうこのままでどうぞって言って、こんなんだって年末年始もらったらもう泣いて喜ぶよ。あえて柵取りはせずにこのまま渡します。なぜなら
ちょっと大変だから。これ夢のような光景が広がってるんですけど、この机の上まだこんだけありますからね。中落ちもねこんな取れました。では下ろしていきます。まずは骨、ここについてますんで骨を外していきます。骨とあと膜ですね、膜もこうやって取っていきます。まあ、膜はね最終的に柵にした時に取れるんで、そこまでキワキワ攻めません。こんな感じでマグロのアラ、あそこも塩焼きしてもうまいんですよね。そしたら血合いですね、こう血合いがここに入ってます、こうですね。なのでこれを外していくんですけど、できるだけ赤いところを取らないように血合いだけを取っていきます。で血合いって意外とね剥がれやすいんですよ。ほらピリピリって、で包丁を少し当てるぐらいで、あとはこう引っ張っていく感じで取ると綺麗にこう取れてきます。ほらでここら辺からはねそんなピリピリ取れないんで、しっかり包丁で入れていくと、こんな感じ。ここも鉄分がたくさん入ってて、フライとかにするとめっちゃうまい。マグロは捨てるところが少ないですね。今からこの部位を赤身、中トロ、大トロ3つに分けていきます。いろいろ切り分け方はありますけど、まあ、一番オーソドックスなやり方ですね。まず赤身っていうのはここです、ここですね。で赤身のてっぺんここです、ここが天身って言いますね。僕天身大好きです。なのでまずここら辺赤身を落とします。で赤身を落とすときにできるだけこの中トロが入らないようにここから入れてください。ここより下からいっちゃうとここ中トロ入っちゃうんで、ここからこう入れる。で赤身を外します。これ赤身です、全部赤身で、こう見るとこう意外とね赤身って取れる量少ないんですよ。中トロの方が割と多かったりするんですよね。で赤身は結構貴重です。とりあえず赤身のブロックになりました。これ後で柵取りします。そしたらちょっとアルコール、食用のアルコールですね。このマグロほんで鮮度めちゃくちゃいいですわ。内臓も船の上で抜いてくれたのか知らんけど、めちゃくちゃ鮮度がいい。そしたら次柵取りしていきます。もうあとはこっから中トロですね、ここら辺まで中トロで、ここが大トロですね。なので中トロをまあ5本6本ぐらい取っていきます。いきますよ。まず中トロの一発目、皮まで行ったらここで落とすと、ほら素晴らしいですね。これちょっと黒っぽいんですけど、新鮮なマグロおろしたてはこんな感じです。で冷風に当てるとすごく綺麗な赤みが出てきます。でも天然の本マグロのこの手のタイプはどうだろう、真っ赤っかにはならないと思いますね。キハダマグロとかメバチマグロとかはねものすごい色が出るんですけどね、天然の本マグロはまあそこまで冷風に当てても真っ赤っかにはならないなって感じですね。うわすごい脂、これ養殖じゃないですからね、もう天然の餌を食べて蓄えた脂。青森県産なんでイカとかあとトビウオとかそういったものを食べて育ったんですかね。美味しいものばっか食べて育ったマグロちゃん、楽しみですね。でこれ、ね、4本目ですね。もう1本ぐらい中トロいきますかね。もうここら辺からはもう中トロでも大トロ寄りの中トロになってきます。結構カチッとしてきます。固めの中トロですね。中トロで食べるんなら僕ここら辺からがすごく好きです。この次、うん、ここら辺からですね、ここから僕の好きなゾーンに入ります。よいしょ。で今日はね動画なんで全部こうやって柵取りしちゃいますけど、このブロックでもらった場合とかはすぐに食べない場合は全部柵取りしない方がいいです。食べる分だけ柵取りして、こうやって余ったらこうやって皮でこう包んでラップして冷蔵庫で保管した方が長持ちします。酸化しにくいです。でマグロ柵取りしたら絶対にマグロ同士を重ねちゃダメです。そこだけ黒っぽくなっちゃいますんで、そこはねほんと気をつけた方がいい。で今これ川岸ちょっと攻めすぎちゃってますけど、あんまりこの白い川岸の油をつけない方がお刺身として食べるんだったら口当たりはいいですね。ちょっともったいないなって感じはあるんですけど、少し浮かした方がいいかも。うんこのぐらい。うわうまそう。んーでどうだろうな、もうここから大トロですけどね、ここから大トロでいいんじゃないですか。中トロと大トロの境目って本当に難しいですよね。ちょっとここ一個落としてみますか。うんこれは大トロですね。この入り方はこれが大トロ1番目で、ここから本当正真正銘大トロです。うわ脂がすごい、もう全然違う。ほらもう刺しの入り方、これもう変わりましたよね。この横の筋が大きくなりましたよね。これ大トロです。でもう一発大トロ。こう考えると大トロってやっぱ希少なんですよ。あんま取れないんですよね。でも昔はここを捨ててたんですからね、もったいないですよね。でここですね、ここが砂ずりってとこかな。で不思議なもんで、なんかこのね先っぽのここの砂ずりっていう部分は大トロなんですけど、なんか知らんけど脂が優しいんですよ、食べやすいんですよね。でも歯ごたえはすごいので
好き好きはあるんですけど、大トロにしちゃ食べやすい部位ですね。マグロってね、面白いんですよ。霜降り肉みたいですね。はい、で皮1枚になりました。はい、こんな感じにおろし終わりましたと。あ、そしたら、まあ、赤身がまだブロックなんで赤身おろしますね。そしたら赤身のおろし方なんですけど、マグロの柵取りって本当にね、その人その人でやり方があって、ちょっとこのマグロやばいぞ、めちゃくちゃうまいわ。まず赤身、こう見ると三角になってますんで、三角のお山、ここはまず一回取ります。はい、でここが天身ですね。赤身の中でもすごく柔らかい部位ですね。そしてこういう風に正方形っぽくなりましたら、ここからザクザクと柵取りしていきます。はい、こんな感じですね。で天身もちょっとこれ大きいなと思ったら半分に切っちゃえばいいです。今日は魚体が100キロなんで天身もでかいですね。はい、これが赤身ですね。綺麗な赤身です。そしたら今日使う部位はここ、大トロの一番バッチバチのところ、ここを落として、これ漬けにしましょうか。こんなにいらないんでこのぐらいにしましょう。やっぱり天身も少し欲しいな。天身も少し漬けにしましょう。大トロ、赤身、そしてこちらの大量の中落ちね。どうしような、下の方のここら辺いきますか。中トロ系の中落ちもちょっと入れておきますか。こう中落ちは本当になかなか食べれないんですよ。中落ち風のマグロのお刺身の既製品とかはよく出回ってますけど、よくあるんですけど、あれ中落ちじゃないですからね。中落ち風なので、ああいうのはマグロの普通の背中側の赤身とかをスライスして中落ちっぽくしてるだけなんですよ。中落ちっていうのは本当に一匹で少ししか取れないんですよ。ネギトロもそうです。ネギトロも本当のネギトロっていうのは、こういう皮についた少しのこう中トロとかをこうスプーンでこそぎ取って、でそれを寄せ集めて軍艦にしたもの。ネギとトロを一緒に叩いてっていうのがネギトロじゃないんですよ本当は。というわけでこれでやっていきます。はい、ではこちらですね。冷蔵庫で大体30分冷やしました。ラップかけずに。めちゃくちゃ赤みが強くなりましたよね。これが色が出てくるってことなんですよ。ほんでこれも食べたいなと、一回これ食べてみたかったんですよ。マグロの骨髄、新鮮な大きいマグロ家でさばいたらこれやろうと思ってたんですよ。プルプルのやつ、これをね食べたいなと思います。そしたらまずこちらの2つ漬けていきます。そしたら漬けですね、まず日本酒でみりんですね。日本酒とみりんを同量入れます。でこれを火にかけます。アルコールを飛ばしていく。はい、グラグラグラと沸きました。アルコールがしっかり飛んだら OK ですね。そしたらここにお醤油ですね。今日は土佐醤油入れていきます。みりんとお酒と同じぐらいの量を入れていきます。こんなもんですね。ちょっと味見、うまい。そしたらこのまま漬けてもいいんですけど、少しだけ熱湯に通します。そうするとより醤油が染み込みます。表面さーっと火が入ったら救出で、氷水にすぐ入れると。で大トロの白いところ、ここちょっともったいないと思うんですけど、ここは取っちゃいます。こちらも入れてさーっと色が変わるまで湯がいていきます。はい、 OK。 はい、粗熱が取れましたら水気を取っていきます。そしたらボウルに入れて、そしたらここに作った漬けだれを入れます。で漬けていきます。これで冷蔵庫で1時間ぐらい寝かします。よいしょ。そしたら冷蔵庫に入れてる間に辺おじのとこにマグロ渡しに行きますか。そしたらちょうどいい時間になると思いますんで、では行ってきます。辺おじのとこに持ってきましたよと。手がね、筋肉痛でやばい。どうも、あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。まあまだ開けてねえけど。ああいいね、好きなところ。背中皮なし、背中皮なし。これ2つ持ってき。あ、2つな。ありがとうございます。どうもありがとうございます。お品場でありがとうございます。また来年も待ってるんでよろしくお願いします。今年はありがとうございます。ありがとうございました。ということでバイバイ。ありがとうございます。ありがとうね。お母さん、これあげる。マグロ、これさっきさばいてきてさ、まあちょっとまああれだもんで、ありがとう。いよいよとしよう。よし、じゃああとはもう身の回りの人にスタッフとかに配って。
終わり。よし、帰ってきましたと。みんな喜んでくれましたね。で、変おじからワカメもらいましたんで、ワカメでお味噌汁を作りたいと思います。今から作る味噌汁は、マジでうまいです。びっくりします。使うものは、生ワカメ。これ絶対生ワカメ使ってください。あと僕の作ったお出汁。出汁のチーズ。これの組み合わせがもう抜群にうまいんですよ。で、作り方もめちゃくちゃシンプルなんで、ぜひやってみてほしい。もう正直この味噌汁だけでご飯何杯でもいけるぐらい、そのぐらいうまいです。まずお鍋にお水 500cc ですね。ちょっとわかりやすくペットボトルで使いますね。500です。僕いつもね1リットルぐらい作っちゃうんですけど、今日は500でわかりやすく作っていきます。 500g に対してこの出汁の地図が1袋入ります。1リットルだったら2つですね。 1.5 リットルだったら3つで、これで火にかけていきます。で、沸騰したら火を止めて5分ぐらい置いてください。で、その間にわかめの処理やっていきましょう。ほら、うわー、やっと出てきたな。これうまいんすよ。愛知県の生わかめはね、めちゃくちゃうまいんすよ。この柔らかくて香りがすごく強いんです。わかめって味噌汁だとなんかこう脇役みたいな、そんなイメージありますけど、今日はがっつり主役です。もう具材はわかめしか入りません。好きな方はね、豆腐とかおネギとか入れてもいいと思いますけど、今日はわかめだけでいきます。で、わかめをこうやってね、洗っていきます。結構ね、汚れがついてたりする場合ありますんで、割と僕は綺麗に洗いますね。今日はマグロの丼なんで、マグロ丼とこの味噌汁はもう最高にうまいと思います。で、仕上げはもみ洗い。よし、 OK。 そしたらわかめを一口大に切っておきます。細かくね、結構1センチぐらいでいいと思います。お味噌汁なんでね。はい、こんな感じ。はい、出汁がしっかり取れましたので、これで OK。そしたらここにお好きなお味噌ですね。ミックスか赤が僕はおすすめですね。白でやったことないんで、白ではちょっと合うかわかんないんですけど、ここに味噌を大さじ1で、僕はね大さじ1ちょっと、まあ、大さじ2ぐらい入れてもいいかな。味噌にもよると思うんですけど、ちょっと濃いめに作るのが好き。ここは好みなんで味を見ながら作ってください。はい、 OK。 うまい。これだけでめちゃくちゃうまい味噌汁なんですよ。ほんでここでもし冷めちゃってる場合は少し温め直します。まあ、沸騰直前まで70度ぐらいまで持ってきます。はい、じゃあ沸騰直前までいったらお椀に入れて、そしたらお椀の中にこのわかめを入れると、結構多めに完成。生わかめの味噌汁ですね。お椀の中で完成するんです、こうやって。で、この入れた瞬間からわかめの香りがすごいんですよ。いい香りがしています。ちょっといただきます。うわ、うまっ。これね、味噌汁の概念変わりますよ。とんでもなくうまい。これかも最後の晩餐。明日死ぬんだったら何食べたいって言われたら、これと白米って言うかも。そのぐらいうまい。これほんとオーバーにいってないですよ。さっきのレシピ通りちょっと作ってみてください。めちゃくちゃうまいんで。ただ一つ注意点があって、生わかめはちょっと、ね、消化に悪いです。なのでお腹が弱い方とかはちょっとにしといた方がいいですね。そしたらお重にご飯入れときました。そしたらご飯の上に海苔をくしゃくしゃにして散らします。こう酢飯でもいいんですけどね、今日は白米でいきたいなと。こう海苔が入るとまた香りも良くなるし、ここにマグロを乗せた時にマグロがご飯の温かさでダメージを受けにくくなります。はい、漬けもいい感じに浅く浸かりました。そしたら大葉を1枚置いて、まずは中落ちからいきますか。中落ちも少しこう切っていきますか。で、盛り付け。切って盛り付け。こういう感じでご飯になかなか到達できないぞっていうぐらいまでいっちゃいましょう。うわー、これは罪なことをしてるわ。半分が中落ちで埋まりました。ところでここで赤身ですね、こういう風に切っていきます。ドカッと。そしてこの大トロですね、大トロも切っていきます。よっしゃ。そしたらせっかく美味しい漬けのタレを作りましたので、このタレでいただきます。ここにさーっとかけていって、少しご飯まで染みるぐらいかけていきます。うまそう、やばい。
今年最後にこんなビッグイベントが待ってるとはな、思わなかったわ。で、ほじそを添えたら、はい、こちら100キロの天然本まで作った丼の完成。そしたらお味噌汁にわかめも入れて一瞬混ぜて色が変わったら、はい、わかめのお味噌汁の完成ですね。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。これはもう最高の組み合わせでしょう。ではまずはこの中落ちのところからいきますか。ご飯がね、見えないんですよね。まあそういう風に作ったんですけども、僕が、はい、こちらいただきます。うんまっ、うまっ、やばい、これ味が濃いね。うんまっ、幸せ、もうその一言につきますね。美味しいマグロは人を幸せにするわ。やっぱマグロってうまいですね。僕今極上の天然本マグロを比較的お安く提供できるように動いてますんで、今日もそのマグロを買ってみました。やっぱうまいわ、ものは間違いない。これが安く提供できたらなんて幸せなんだろうな。うまっ。なかなかスーパーとかだと美味しいマグロ食べたいと思っても、いいマグロなかったりするんですよ。そもそも本マグロが置いてあるスーパーってあんまないですからね。そういうのも今動いております。大トロ何気なく食べてるけどめっちゃうまい。全然くどくないんですね。脂がねさらっとしてる。この養殖物のガツンと強い脂も、まあ、それもそれでまたうまいんですけど、天然物のこの脂の乗ったマグロっていうのはマジで別格なんですよ。一味も二味も違います。でまたさらに今日これおろしたてでしょう。これね3日ぐらい前に水揚げされたんですよ。寝かし加減もバッチリなんです。マグロって釣りたてのブリブリだと全然美味しくないんですよ。僕も食べたことありますけど、もうガムみたいに本当に何も美味しくないんですよ。で血を抜きすぎてもなんかダメみたいですね。やっぱりこの処理もすごく大事になってくると。味噌汁がちょっとうますぎるね。本当に店出せるこの味は。海鮮丼屋さんでこの味噌汁出てきたら期待しちゃうな。味噌汁がうまい海鮮系の店は外れがないです、僕の経験上。はい、ということで今日はこちらのさばきたての本マグロの丼ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ギーノのやつ。今年一発目ギーノのやついただきました。これが綺麗ですよね。永谷さん、いただきます。うめえ。今年も1年始まりましたね。今日はここでエンディング撮っちゃいます。今日は僕のチャンネル史上最大級の魚、109キロの本マグロさばいてみましたけども、めちゃくちゃうまいですね。新年一発目の動画これなんですけど、もう一本新年一発用に撮ってあるんで、次の動画で2023年振り返ったりだとか、2024年目標にすることとか、いろいろ後半喋ってると思いますので、エンディングの方はそちらご覧ください。はい、今日は100キロのマグロゲリラでさばきました。とても美味しかったです。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。はい、おまけなんですけど、これ冷蔵庫入れたまま忘れてました。マグロの骨髄、これいただきますか。ちょっと醤油かけますわ。漬け醤油少しもらって、でここにちょっと垂らして、じゃあいきますよ。スルッと、うわ、そう、これ食べてみたかったんですよ。いただきます。うまい。のれそれみたいな感じですね。食感はわらび餅とかそっち系なんですけど、味がしっかり魚なんですよね。ちょっと不思議。